はい、おはようございます。今日はですね、12月23日土曜日ですねの九州旅行がもう7日目になりまして、もういよいよ後半戦がスタートするわけなんですけれども、今日の予定としましては、今熊本市内の今ビジネスホテルの駐車場にいるんですけれども、熊本といえば阿蘇ですね。阿蘇の綺麗な高原といいますか、景色を堪能したいなと思って、今日は阿蘇周辺をですね、ブラブラと、ドライブしていきたいなと考えておりまして、最初に、行くのが世界最大のカルデラ島、阿蘇五岳っていうのかな、が見れる、大観望と言われる、ところをですね、今 GoPro の電源が切れましたね。でそこに行って、で次に草千里ヶ浜で、あともうここも行けるんだ、中岳第一火口って火口もね見れるそうなので、ただここ行くには、あ、自分の車で行けるんだ、自分の車か、もしくは、あ、シャトルバスも出てるみたいですね。なるほど。見学は無料だそうなんで、まあ通行料だけを払っていくっていうような、形になるみたいですね。はい、もう今阿蘇の方まで来てるんですけれども、どうですか、見えますか、なんとまだ浴衣の浴衣じゃないわ浴衣の方にはですね今、雪が残ってまして、非常に景色が綺麗な感じで、でこの辺もですね、どうも、この時期はチェーン規制があるみたいですね。で僕はですね、今スタッドレスタイヤ入ってて全く問題はないんですけれども、こちらにですね、もし冬にですね、遊びに来られる方はですね、くれぐれも雪に注意してですね、走行していただければなと思います。まあスタッドレス履いててもね、滑るときは滑るんでね、もう気をつけなきゃいけないんですけれども、やっぱこの辺は普段雪降らないのかな、皆さん雪道に入ってるのはすごく、めちゃくちゃ、安全運転ですね。これはね、東北とか行くとね、みんなね雪道とかね関わらずね、もうピュッピュッ飛ばしていくんですよね。なんでもやっぱ日常的に慣れてるんだろうなと思います。で僕もねやっぱ雪なしのね地域に住んでるんで、雪道はね基本的にはゆっくり走ってます。雪道で飛ばしたい時はね、やっぱ群裁とか、まあ、あと御嶽とかね、そういったあのクローズされてね飛ばしいいよっていうところで、あのラリースタッドですとかそういったタイヤを履いて、飛ばすのが一番楽しいですね。今年はですね、さすがにちょっとこの車まだ綺麗なんで、雪レーンはやめておこうかなと思っているので。おお、めっちゃ綺麗。さっきまでですね、もう曇りで、ちょっと阿蘇山どうかななんて思ってたんですけれども、これ最高、眺めめっちゃいい。確かにこれもうね、熊本来たら阿蘇でしょってねえ言うのも分かるな。すげえ、これ冬でもねめっちゃいいですよ景色。夏は夏のねこの新緑のねいい景色があるんでしょうけど、僕はどっちかといえばこのね茶色い草に雪が、ね、乗ってるっていうこの景色の方が僕は好きですね。でここを左折すると、大観峰の駐車場ですね。すんげー、はい、今来ておりますのが、阿蘇、国立公園です、大観峰まで来ております。景色としてはどうです、見えます、めっちゃね広大です。こんな感じで開けていて、で、草原にですね、草原といいますか、草の上にまた雪が乗っていて、非常にですね、いい景色だなと、言ったところですね。さっきの、駐車場からですね、歩いてきたところで、展望所の、看板がありましたので、矢印の方向に向かって突き進んでいきたいと思います。すみません、これは好きですね。タンデムフライト体験1万8000円、パラシュートじゃないのか、
パラグライダー、パラシュート、1万8000円で、フライト体験ができるみたいですね。すいません、高くねえな。はい、今ですね、大観峰という場所の上にやってきました。この先の景色がですね、結構開けてまして、辺り一面を、この眺めることができます。大な景色。すげえな、これが来てよかった。ホテルからだいたい2時間ぐらいかかったんですけれども、いや、これは来る価値ありますよ。この道中の景色も綺麗なんですけれども、いや、この展望台の方から眺めるこの景色が一番ですね。自分の足を動かすっていうのは大事です。よいしょ。いただきます。はい、今ですね、大観峰の駐車場を出たところで、これから、次の目的地、あ、ちっちゃい雪だるまおった。僕ね、ずっと勘違いしてたんですけども、この大観峰って阿蘇山じゃなかったんですね。で、今から向かうのが、阿蘇山の、周辺というか阿蘇山ですね。恥ずかしい、ずっとね、動画撮りながら、いや、阿蘇山綺麗ですねとかって言ってたんですけどね。いや、本当恥ずかしいわ。はい、今ですね、阿蘇山に行く道中なんですけれども、牛さんがですね、いたんで、ちょっとこちら車から降りてですね、撮影をしております。こんな間近で牛見れるんだ、すげえ。で、よくよく見たらですね、牛の毛にですね、全部番号書かれてますね。これは食用なのかな。水飲んでます。さあ、今牛さんたちも見たところでですね、また、こちら阿蘇山の方に向かって出発します。いや、可愛かったな、牛さん。どうしてもね、この牛を見ているとこう食べるところまでがちょっとちらついてね、なかなか素直な気持ちで見れなかったんですけどね。すげえ、ちょっと朝パノラマ内走ってたらもう急に雪景色になりました。すげえ、周りの木々が、すげえ。はあ、これ絶景、マジで絶景、すげえ。はー、なんか全然違う。ちょっとだけ標高上がるとこんな風になるんですね。火口見学はこのまま真っ直ぐマシンで、火口見学をしようかな。仕方がわからないんですけど、あそこに入ればいいのかな。火口見学、普通車は500円ですね。はーい、はい、今ですね、ゲートで500円を払ってマイカーで、入ろうと思います。上の方までですね、有料道路ではあるんですが、自分の車で行けるようなのでね、今から車で、行きたいと思います。で、上の駐車場ありまして、そこから徒歩3分で、火口が見えるそうなので、非常にね、来やすいかなと思っており、来やすいっても九州なんでね、ある程度の距離はありかもしれませんが、人によっては。まあでも見学は非常にやりやすくていいところではありますね。はい、はい、
火山ガス危険、火山ガスっていうふうに、注意書きがありますね。こんにちは。はい、大丈夫です。預金所はカーブの先です。あ、わかりました。はい、今ですね、ゲートでこちら登山というか火山ガスのですね、注意書き、喘息や心臓の弱い方などは、いけませんよということで、注意を受けてから、上の方に、登ります。結構徒歩で行く人もいるんですね。はい、はい、ですね、今800円を支払って、で、これからですね、山の方に、登りたいと思います。いや結構距離あるぞこれ歩いて登るってなかなかいい運動になりますね。あ、でも雪はちゃんとね、アスファルト歩けばないんで、まあ全然行けるっちゃ行けるかそんなことをしてると私の今日の観光時間が終わってしまうんで車に行きますが、うわーすっげー、すげー。はい、駐車場が、見えてきました。ここですね、入ると駐車場、結構車いるね。はい、今ですね、駐車場の方を、出まして、でこれからですね、火口に向かって、歩いていくところです。ですね、辺り一面なんですけれども、さっきの道中よりもですね、雪が、深くなってまして、この標高の高さも、感じることができますね。まあ、今回来てみて思ったのが、今日土曜日なんですけれども、思いのほか日本人の観光客よりも外国人の観光客が多いですね。平日だったら、まあ、まだ分かるんですけれども、あ、土曜日でもそうなんだなというと、日本人は一体どこに行っているんでしょう。何も見えない、真っ白、なんか若干硫黄っぽいようなそんな匂いがしますね。さっきね、多分外国人観光客なんでしょうね、柵に登ってスタッフさんが、登らないでくださいって思ってましたね。こういうところはね、本当にね、見間違えると非常に危険なので、きちんと、看板に隠れてもらってかかりますね。すげえ、はい、今ですね、ちょっとだけ遠回りしまして、展望エリアみたいなところにですね、来てまして、あ、ここ今誰もね来てないですけど、めっちゃ景色いい。今ですね、阿蘇山の、火口にいるんですけれども、ちょっと今火山活動というか、火山ガスの方がですね、ちょっと今危険な濃度まで、達しているということなので、今自然じゃねえわ、避難勧告が出ております。阿蘇山のね、見学が終わって、でですね、その後高森湧水公園というですね、もともとトンネル、湧水トンネル公園か、もともとトンネルだった、ところがあったんですけれども、そこがですね、どうも水の量が多くて、そのトンネル中使えないということで今、公園になってるんですよね。でそこに行こうかなと思ってたんですけれども、今現在地からおよそ30分ぐらい、かかって、で着いたら4時半なんで、ちょっと4時半から見学するには微妙だなっていう感じだったんで、まあ、今日はですね、もう一旦
熊本市内のホテルに戻って、で早めに休んでですね、明日早く、ホテルを出発してですね、でまた佐賀県とか、長崎県とかに向かって観光しようかなと考え